エチルコーポレーション。エチルコーポレーションは、ゼネラルモーターズが開発した、アンチノック材、テトラエチル鉛の供給元として1924年に、GM とスタンダード石油との合弁事業、エチルガソリンコーポレーションとして発足。1942年、エチルコーポレーション。1962年、ローボーで売却され、買収先の会社名となった。2004年、 ニューマーケットコーポレーションと会社名を変更しも下部会社となり、同時に新たに子会社としてエチルコーポレーションを発足。現在に至るまで燃料添加剤メーカーとして存続し、米国バージニア州リッチモンドに本社を置き、燃料添加剤の製造、今後、配給を行っている。2007年現在、エチルコーポレーションは、 テトラエチル鉛の直接生産は行っていない。実際の生産販売は、ライセンス契約に基づき、英国企業、イノスペックが行っており、衰退事業ではあるがそのライセンス量は現在でも、エチルコーポレーションに高いキャッシュフローをもたらしている。米国では一般に電話と呼ばれている、テトラエチル鉛の供給元である。 エチルや電話という用語はリード、鉛という言葉を避けるために用いられている。ガソリンのアンチノック材としての添加物。現在は、エチルコーポレーションとのマーケティング及び販売の契約に基づき、英国に本社を置く、イノスペック旧オクテルコーポレーションが提供している。イノスペックは、テトラエチル鉛提供会社として最後に残った一社で、ある。テトラエチル鉛は土。 空気、水の鉛汚染の主要原因とされており、人体にも非常に有害である。鉛汚染は過去一世紀で625%以上に増加しているが、その主要原因はテトラエチル鉛を含んだ有鉛ガソリンによる汚染である。エチルコーポレーションは過去にはガソリンからのテトラエチル鉛による過度な危険性を否定していた。しかし、一方でテトラエチル鉛は アンチノック材としての効果は現時点に追いも高くまた最も安価である。しかし言うまりガソリンではガソリン車の排気ガス浄化のための三原触媒が使えないため環境問題に取り組む国々では言うまりガソリンの自動車使用が規制されている。テトラエチルナマリはエチルフルードとしてガソリンに混合され供給された。エチルフルードとはテトラエチルナマリと 高鉛なまり化物質である1、2ジブロモエタンや1、2ジクロロエタンを混合したものである。清掃など他の用途でガソリンが使用される場合に容易に判別でき、使用を避けるためエチルフルードには電化を判別するための着色がなされていた。ゼネラルモーターズの研究主会社となっていたベートンディサーチラボラトリーで1921年12月に テトラエチルナマリをガソリンに添加するとエンジンがノッキングを起こさなくなるとをチャールズ・ケタリングとトマス・ミジリーが発見。GM はデュポンとガソリン添加剤としてのテトラエチルナマリの産業化を検討し、1923年4月、ゼネラルモーターズ・ケミカルカンパニーを設立した。しかし、準備期間に工場で複数の死者が発生し、デュポンは手を引き、その後、 GM は、ロックフェラーのスタンダード石油と組む。1923年9月、スタンダード・オブ・インディアナ、アマッコを経て現在、BP とエチガソリンを大規模に販売。これが成功したので、1924年、スタンダード・オブ・ニュージャージーと組み、エチルガソリンコーポレーションを設立、ノッキングしない、このガソリンは、エチルガソリンという名前で、 世界中のガソリン販売業者を通じて販売された。1942年、エチルコーポレーションと社名変更。1962年にリッチモンドのアルベマールペーパーマニファクチャリングカンパニーが2億ベドルを借金しながらエチルコーポレーションを購入した。エチルコーポレーションはアルベマールの13倍の規模だった。アルベマールは社名を エチルコーポレーションと変更。現在では、ゼネラルモーターズは、テトラエチルなまりから、将来生じるデロウ責任を考慮して、分離を考えていたと一般に考えられている。1962年のこの取引は当時では、過去最大のレバレッジドバイアウトだった。エチルコーポレーションは1970年代から1980年代に、かけては、拡大方針を取り続けたが、 自動車業界が無塩ガソリンへと向かうに従い、テトラエチルナマリの市場は徐々に減少し、1980年後半には部門を切り離す、スピンオフするようになった。アルミニウム、プラスチック、エネルギーの各部門は1989年にトレデガー、インダストリーズとして分離。1993年には生命保険主会社をファーストコロニーライフとし、 1994年には特殊化学事業を独立企業アルベマールコーポレーションと四株公開した。2004年エチルコーポレーションはニューマーケットコーポレーションと社名を変更し持ち株会社となり新たに参加にアフトンケミカルコーポレーションとエチルコーポレーションの2社を設立。アフトンケミカルコーポレーションは潤滑燃料添加剤の製造メーカーとして 新たなエチルコーポレーションは、テトラエチルなりも含め、燃料添加剤のメーカー及び配給元とし、それぞれ得意分野を絞った展開を行うように言った。日本ではエチルジャパンとして活動していたが、ニューマーケット創設にあたり、2004年7月1日からアフトンケミカルジャパン、東京都千代田区として、業務を継続している。茨城県つくば市にテクニカルセンターを置く。 このユーナマリガソリンは1960年代に環境問題となり、1970年、1977年、1990年のクリーンエアアクトにもかかわらず、まだテトラエチルナマリの製造は行われいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。